麻雀遊戯王ワクツグラフ。さあ本日もプロ雀士会のバンキリーことですね、ワクツアキラ君にスタジオでのトーク企画に挑戦していただこうと思います。ワクツこれよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はバルキリーで、何ですかそれ。あの戦乙女です。戦う女性ということで、ね、はい、毎回アマゾネスをちょっとずつ変えて、変えてるだけなんですね。はい、わかりました。そうなんですよ、はい、高宮プロにもね突っ込まれた場所なんですけど、ね、ウィーディングの趣味ゾーンなのでお許しください。お願いいたします、はい、ということで本日ワクツプロにやっていただく企画はワクツグラフということですね。ワクツプロにグラフを作っていただきたいと思います。はい、どんなグラフかと言いますと、男性の M リーガーの皆さんの言ってみれば、起きれば生態系になりますね。考え方と言いますか。はい、ということでですね、縦軸を肉食草食、横軸を現実派理想派としまして、マージャンだけじゃないです、マージャンだけじゃなくて、まあ、恋愛とか生活とかそういったもの全てにおいて、どういう考え方、ライフスタイルなのかというのをワクツプロの観点、もう客観的な観点でこうだと思うということで構いませんので、グラフ付けしていただきたいなと思います。はい、はい、まあ、よく知っている方、あとあまり知らない方もね点在しているかと思いますが、今回の対象男性 M リーガーの皆さんということで、はい、これどん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 ワクツプロのこうなんじゃないかなっていうことで構いませんので、はい、グラフにしていただいて、はい、皆さんに見ていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、既婚の方々はですね、はい、既婚してる前提で分類して大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ですか。大丈夫です。はい、確かにでも既婚の方、結婚されてる方というのはね、それだけで思考性分かりますからね。はい、これ、はい、いいとこにいるんで、はい、アサフィンさんこの位置で、あ、このままちょい装飾の理想を高めということですね。ここで固定したいと思います。なるほど、ありがとうございます。お子さん可愛いので、あ、なるほどなるほど、はい、そういった意味でもね、理想的なね結婚されてるという、うん、で、ちょっと邪魔だからどいてもらって、はいはい、はい、ちょっとね、どいてもらって、ちょっとどいてもらって、はい、ちょっと、前にやってしまいました。はい、理想は理想なんだよね。なるほど、理想は理想なんだけど、なんか理想派でと理想派であるが、理想は理想なんだけど、はい、ちょっといてもらって、はい、こっち、これぐらいにしとこうかな。なるほど、装飾感強め、うん、理想が強いほど装飾感強めということですね。あの、嫁ツイート多めの、はい、はい、人で、はい、尻に敷かれてるタイプの人は、はい、もう次に行く気がないと。なるほど、もう今満足していると。なるほど、今現状がもう、ね、はい、充実しているという方ですからね、はい、というわけで、はい、ちょっと装飾によるかなと思います。肉食である必要ないの、うん、ただもうそんなバカバカ疑問に言われても、はい、可愛い子が良かった2人はやっぱ理想よりだと思います。理想の方もそうですね。思います。可愛らしいね、セクハツだもんね、はい、ますから、はい、あ、なんかここにいい人いるじゃない。あ、小林豪君、未婚の小林豪君ですか。普通こっち行くよね。そうですね、そう考えるとそっちのパターンですよね。普通こっち行くね。はい、ただ私の中で、はい、この2人は、はい、あ、近藤誠一君と小林豪君ですね。はい、はい、はい、こんな感じ。そこに行くんですか。こんな感じ。理想高い装飾派になるんですね、近藤プロと小林豪君は。だって、はい、モテるのに、うんうん、独身なんですよ。なるほど。どう考えても、はい、理想が高すぎるんだよ。なるほどなるほど、まだ選んでばっかりいるから選んでばっかりいるからさ、そうやってね。なるほどね、うん、モテるんですけど、うん、選んでばっかりいるから、はい、だけど、はい、そんなに理想を下げてまで、はい、僕は結婚したくもないし、うん、そんな今すぐキャーキャーされたくもないという感じで装飾分類、はいはい、なるほど、受け身の方での理想が高めということの装飾分類ですね、うん、そうですね。なるほどなるほど、タイプは違いど、ね、同じような場所になった。そうですね、ありがとうございます。あ、分かりやすい、はい、いいのかな、こんなこと言ってて。はい、ありがとうございます。これはもう決してね、うん、どこに貼ったところで何が悪いということはございませんか。そう、私の個人的な見解だから。個人的な見解でございます、うん、はい、お、高野さんちょっと、これは本当は理想に行きたいんですよ、はい、村上さんは、はい、面食いだからそうなんだけど、はいはい、面食いだから理想に行きたい、行きたい、しかも人間大好きだから肉食に行きたい、はい、肉食に行きたい、はい、だけど数々の失敗を得て、はい、だんだん装飾になりつつ肉が胸焼けしちゃったんですよね。でもう今どっちに行っていいかわからない、はい、こっちに行けばなんとかなりそう、はい、でも、はい、僕現実のことよく知ってるから、はい、
もうちょっと理想も追いたい、ちょっと現実で辛いこともあったので、そう、ね、理想の方にも行きたい、そう、迷える装飾ですね。そうですね、迷え、もうこの一番バランス難しい装飾動物、村上純。村上純、なるほど、天秤揺れておりますね。今だってふわふわしてるここで心なしかね、下もふわふわしております。独特な時期経ちました。さあ続いて手に取ったのは滝沢プロ、滝沢カトル君、滝沢さんね、はい、あ、滝沢さん難しいですね。滝沢さんは書体もね、もう持たれてますね、奥さんもいらっしゃいますし、はい、うん、よくツイートもされております。ただ、はい、やりたいことはやらせろやっていう感じの人なので、なるほど、ちょっと性格的にはまあ若干肉食かなとは思います。はいはい、恋愛とかは別として、別として、ね、うん、ご本人の性格として肉食は、はい、ちょっと尖ってる系なので、はい、肉食より、はい、いろんな女性にいろんなことを言われてきたので、はい、だんだん女性に夢は見れなくなって、はい、何があったんでしょうか、見れなくなって、はい、もう この辺で見れなくなって、なんか肉食もういいやってなってる、もういいや、悟った肉食だ、悟り系肉食動物、悟り系肉食動物、滝沢プロということで悟りましたね。きっと悟ってるんだろうな。そうです、ね、まあでも確かにそうですね、まあ、過去ね、いろいろなことがあったらね、あっただろうから言ってしまいますよね、うん、じゃあもう悟り系、お、悟り系、続いては悟り系、前原プロですね。悟り系、俺はインダヨ系だから、悟り系装飾、悟り系、俺はインダヨ系でだからいいんだよ俺はっていつも言ってるから、はい、なるほど、まあ、ちょっと控えとく、悟り系超装飾、なるほど、で前原プロもその位置ということですね。そうですね、はい、いいですね、対局な形にってことは、はい、川崎先生が、はい、それにさらにプラスもういいんだよ感さらにさらにいいんだよ役はさらにいいんだよ、もっといいんだよ感が出てる、はい、出てるんだけど、はい、ちょっと可愛いとこもあるからちょっと、あ、なるほど、ちょっと可愛らしさもあって、可愛いポーズとかも撮るから、このちょっとそうですね、はい、で、お父さん方決めていこう。なるほど、あ、お父さん、ごめん、お父さんって言っちゃった。まだ現役、はい、高宮プロよく藤王子藤王子は理想が高そうです理想が高そうです見た目とかじゃなくて、はい、こんな人は嫌だなとか、こんな感じのこういう優しい人がいいなって言いそうなんで、はい、理想高め、理想高めの、はい、理想高めの、はい、ただ超装飾なんです理想高いのに超装飾なんです、ね、俺はいいんだよ感はあるでしょ、だって俺はいいんだよ感は俺はいいんだよ感は出てるから、俺はいいんだよ感は、でも俺がいいんだよ感出ちゃうと全部装飾になっちゃう、装飾になりますなりますね、うん、はい、でそうなるとこの、はい、あ、佐藤熊さん、はい、はい、未だにかっこいいこの髪型とかも ね、 かっこいいね、体型とかも絞ってます、はい、俺は現役だと、なるほど、いうわけで、はい、瀬戸熊さんは肉食、なるほど、現役感を出してくれる瀬戸熊さんは肉食だと、肉食、はい、そして麻雀がドリーマーだから、麻雀がドリーマーだから、はい、なるほど、肉食の理想の方に行くわけですね、理想よりのはず、はい、うん、あ、もう大丈夫です、俺はまだバリバリ現役だと、バリバリだぞ、現役だよって、まあ現役じゃなさそうな人、現役じゃなさそうな人鈴木太郎プロをロッテして現役じゃなさそうな人、現役じゃなさそうな人来たな、さあ鈴木太郎プロは現役なんでしょうか、どうなんでしょうか、現役じゃなさそう、でもなんかバランス取りそう感はある、なるほど、うん、いろいろ知ってるからね、うん、ゼウスの選択はこの辺な気がする、なるほど、全体的に今までの皆さんと比べるとバランスよく、バランスよく中央の方ですね、理想装飾が増える理想装飾多くないんだ、多いです、理想装飾多いですね、だから理想装飾の中に二分されますよね、うん、その理想的な奥さんを手に入れての装飾の方と、そうそう、俺はいいんだよって理想を持ってるだから二分類いるはいるんですよね、いいんだよ、いいんだよ、佐々木さん、佐々木さんです、奥さんめっちゃ美人ですよね、いやー、奥さんはね、はい、顔で選んだって噂あるぐらいだから、そうですね、あのこれはクイズで一回やったんですよ、うん、あの奥さんのどこが一番好きですかって時に顔ってはっきり、ね、言いそうだよね、おっしゃられてました、はい、言いそう、言いそう、はい、言いそうで、まだ全然現役っぽいから、はい、この辺ですね、やっぱその顔って言ってもやっぱ理想っていう、顔ってだって顔って顔ってさあ、勝間さん、
すごい困りました。すごい一瞬で困りましたね。え、はい、顔で選んでそう。顔で選んでそう。だから片方から顔で選んでそう。だけど頭がいい人とか言うことも言いそう。性格の悪い人ダメとか、あ、いろいろ言いそう。いろいろ、なるほど、なるほど。注文が多そう。注文が多そう、うん、頭がいいだけにね、うん、っていうことです、はい、うん、バランス、この辺も。なるほど、なるほど。なんかちょっとバランス型っぽい。そうですね、そうですね、ちょっとそこはバランス型なんで、太郎プロと勝間プロはちょっと似てるかなと、うん、さあ、そうなんですね。全然知らないこの後のイメージですよね。そんな全然知らない。確かに太郎プロはね、あまりワックスプロと関係性は見られないですが、ケンさんの恋愛観、はい、ケンさんは肉食でしょう、はい、あ、肉食な感じだ。だって、はい、やれることは何でもするわけですから。あ、なるほど、ね、そう考えたら肉食ですね、はい、うん、じゃあここか。お、すごい肉食、しかも現実を見ると。マーちゃん賢者ですからね。絶対現実見るじゃないですか。ここしっかり現実を見た肉食ということで、うん、何こんなところに見るの、気持ち違うでしょ違ったらしいです。絶対違ったもんね。松本はそこじゃなかったらしいですよ。松本さんだってまだ若いから。若いから女性に夢も持てますまだ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 いける、全然いけるっしょ。まだまだいけるっしょと、うん、ここかすごい若いもの、若いだからさ、やっぱ男性無倫感のね、どんどん行こう。若いんだから最年少ですからね、うん、やっぱ肉食なし理想も追いますよね。若いんだから、若いんだから、うん、はい、堀さん、これなんか俺プロ、萩原さんずっと持ってるの萩原さんお守りのようにずっと持ってる。あ、大変、もう総主張するむずい、むずい、むずい、あ、むずいから一回置いてみました。むずい、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 堀さん、つきやすい人最初につきだったから、あとむずい人しか頼んないわけですね。むずいな、はい、むずいですね。堀さん、なんかね、ご結婚されてて、ね、結婚してますね。はい、ってことは装飾ですね。なるほど、結婚されてめっちゃ子供の、あ、確かに子供のですよね、うん、はい、SNS に上げられてます。写真上げてるから、はい、もう全然なそういう感じはなさそう、はい、だけどちょっと可愛いポーズとかちょっと撮るから、うんうんうん、そんなに下でもなさそう。なるほど、まだ俺可愛いよ的なまだ俺可愛いさ残ってるだろまだ可愛いよ、まだ可愛いの的な感じもあるからこんな俺可愛いの、うん、はい、ちょっとこっち寄りかな。なるほど、なるほど、現実、ちょい現実寄りで、うん、超装飾ではないけど、まあ装飾と、うん、装飾アピールはしてる、うん、なるほど、なるほど、うん、装飾アピールはしてるっていうそう、でも装飾アピールが肉食あるアピールになることもあるので。なるほど、逆に見えるとね、そう、僕は安全な男だよと、はい、うん、結婚したらこれぐらい安全なんだよっていうアピールかもしれないから、こんな何とも言えない、はいはい、ちょっとまだね、あ、ちょっと、はい、結果的にちょい上に上げました。え、翔ちゃん、はい、白鳥くんでございます。理想高そう、理想高そうそうですね、理想はきっとね、肉食じゃないんだよな、でも翔ちゃんな。なるほど、決して肉食ではないんですね、うん、もう突き抜けて理想が高いですね。理想超高いですね。理想超高い。理想超高い。せいちゃん隠れちゃった。子供出てきなさい。こんな感じで。ああ、トライアングルでね。なんか難しいの残ってるな。あ、ウッチーか。内川君ですね。ウッチーは何にも知らない。内川事情。いらっしゃいますね。だけど。ちゃんクールだからここにしよう。ああ、なるほど、すべての2000でのバランスなんですね。なんか一番クールな感じする、うん、どっちでもいいよって感じ。なるほど、どっちでも逆に触れると、別にどっちでもいいよって感じ、うん、さあ萩原さん、さあ萩原さんでございます。萩原さんはもう女に飽き飽きしてるからあくまで、あくまでイメージです。あくまでマックスプロのマックスプロの勝手なイメージはこのまま女に飽き飽きしてる、飽き飽きしてるから、もうこっちの方いるでしょ、はい、うん、ここじゃないんだよね、でもここじゃないんだよね、はい、悟りじゃないと、うん、はい、まだだってあれだもんね、スタイルとかね、いや、スタイルはねキープしてるし、はい、やっぱイケてるから。なるほど、だけど別にそんなに今すぐは何もいらないよみたいな感じ。さあ来た。さあということで、萩原プロがですね、現実曲振りのちょい肉食ということで、ラストですかね、多い人すごい、あっちに寄ったな、うん、そうですね、ちょっと装飾理想の方に結構寄りましたね。この辺がバランサーっぽいね。確かにバランス、はい、勝間と小関太プロ、内川プロ辺りがバランスな、目立つ動きがない。なるほど、アピール、女性向けてのアピールに目立つ動きのがない人が、なるほど、中央にいる感じ。もういいよ
ようっていう方は草食に行きますし、ちょっとアピールが見える方は肉食に行きますしという感じの中、夢見がちな人はあっちに、いや夢見がちな人は左下にあっちに追い、はい、追いあったし、夢見がち多いんですね、はい、さあということで終わりました。大井プロさんどこに行くんでしょうか。フレームアウトしそうだな。どこの形でフレームアウトするんですかね。これはちょっとフレームアウトしちゃった。フレームアウトしちゃいましょう。では申し訳ないです。ここや。あーすごい、肉食の超理想。ここや。ここだな。なるほど。でも実際あそこに貼ってますけども、うん、もうフレームアウトしてるってことですね。フレームアウトしてる、絶対に。枠突き抜けての肉食と理想の極地にいるってことですね、うん、だって多分目指してるもん。なるほどなるほど。常に、ね、総理大臣目指してる、ね、多分日本取りたいと思ってる。なるほど、もうそこまでいってる。もうだとしたら確かにもう究極の理想の肉食ですね。超肉食、麺食いって噂聞いてるし。あと単純に麺食いだし、単純に麺食いだし。できた、できましたね。これ、これ不安だけど、はい、あとは大体、はい、そんなところだけね、はい、はい、はい、外れちゃった、はい、フレームアウト、私がフレームアウト。そうですね、客観的に見ようとしすぎて、うんうん、いやでも素晴らしいですね。傾向としてはちょっと2パターンいるので、うん、草食理想派がちょっと増えてしまった感じですね、うんうん、と思いますね、うん、あのね、角の独身組、うん、そうですね、人軍団は、はい、女は顔だけじゃないぞ。知ってほしい、知ってほしいですね。はい、ということで、知ってほしいかなと、はい、そして俺はもういいんだよって、ね、ちょっと前原プロと沢崎プロにちょっといろいろあって迷ってる、いろいろあったでしょ。いろいろあった、人生の長さがやっぱ違うから。そうですね、物語りますよね、経験が物語りますよね、はい、ありがとうございます、非常に興味深いグラフがありました。女の子はみんな可愛いよって言ってそう。言ってそう、そうですね、うん、はいはい、みんないい子に見える、みんないい子だよって言ってそう、もう装飾でございましょう。ありがとうございます、はい、これは素晴らしいグラフになったと思います。できたと思います。できましたね。この辺から苦情入りそうだけど。はい、苦情はね、マツコじゃないですよ、はい、マージャンユニフォーム言ってください、はい、そうですね、よろしくお願いします。マツコは頑張って作っていただきましょう、はい、まあ、ということで視聴者の皆さんもですね、はい、この、ね、傾向をね、見た上でですね、こういうところを見ていただくとより楽しいかもしれません。あそこ攻めよう。そうですね、狙ってる方はね、理想装飾のラインを攻めてください。あのカード、はい、使いを攻めていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ご質問ありがとうございました。はい、ありがとうございました。長くなっちゃった、ちょっと。いえいえ、大丈夫です、ありがとうございます。さあ、そしてですね、この動画が面白かった、あとは理想装飾のライン、私が狙っていきますという方は、ぜひね、チャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いいたします。ということで、今日はここまで。まったねー。